皆さんこんばんは、ゆさみ森です。いかがお過ごしですか？昨日から4日間にわたって私の大好きな昭和歌謡の話をさせていただきたいと思います。今日もお付き合いよろしくお願いします。私が小さい頃、親戚や、知り合いの人たちが集まったりすると、だんだんこうみんなで盛り上がってくると、歌が飛び出したり手拍子したりっていうような、何かこうのど自慢大会みたいなことが繰り広げられましたね。今はカラオケがあるので、カラオケボックスとか歌ったりするんでしょうけど、昔はもう全然そういうものもなく、ただもう本当にそのままただ歌う、誰かが立ち上がって、懐かしい昭和歌謡を歌うっていう、そういう光景が、普通にあったんですね。身近に非常にあったので、なんかこう大人の人たちが非常に楽しそうに昭和歌謡を歌っている姿っていうのを、子供心に、なんか幸せな雰囲気として味わっていました。で、その時のみんなの笑顔とか自分の心の中の思いっていうものが、心地よい思い出としてあるので、自分が歌を昭和歌謡や大正昭和歌謡を歌った時にも、そういう何かうららかな朗らかな、気持ちっていうのが、伝わるといいなっていうことも思いながら、そういう大好きな昭和歌謡を歌っています。もともとオリジナル曲を作ってでレコーディングをしてっていうのが通常の私の活動なんですけれども、それともう一つ新しい、道として、その昭和歌謡を歌っていくっていうことが、見つかって、というか、まあ、いつかやってみたいことが実現して、今年はその2枚目となります、スイートレモンっていうアルバムを出すことができましてね。何かこう1枚、まあ、レモンっていうのが1枚目だったんですけど、それを作った後にもう1枚新たにスイートレモンっていうのが作れると、やっぱりこう自分の中で、世界がどんどん奥行きができるというんでしょうか、世界が広がるというんでしょうかね、そういうものがあって、ますます興味がこう湧いてくる、そんな気分になっています。当時の音楽っていうのは本当におおらかで明るい、しっとりとするものでも、何か明るい気持ちで明日を待つような、そんな気持ちに、させてくれるものが多いなと思いますね。そういうところがまた非常に魅力いっぱいの、ことなんではないかなと思ったりします。私は、小さい頃、まあ、出身が仙台なんですけれども、ずっと高校まで仙台で育ちました。森の都と言われているように、そうですね、駅前の大通りには本当に大きな欅の並木がありまして、この季節は非常に気持ちが良いんですけれどもね、何年か前に、クリスロードという商店街に、曲を、書いたりしたこともありまして、自分の中ではやっぱりこう仙台で、緑豊かな仙台で育ったことで、私の音楽に非常なこう影響があるなっていうのも感じますし、そういうつながり、を大事にしていきたいなっていう思いもあります。で、こういう昭和歌謡を歌っていくっていうことが、またそこに幅広く広がりを持っていくんじゃないかなっていう気もしていますね。アルバムの中に青春サイクリングという曲が入っていまして、これは小坂和也さんという方が歌われていました。和製プレスリーっていう、いうふうに呼ばれていらっしゃったらしいんですけれども、小坂和也さん、その、ウェスタンっていうところをちょっと取り外して、次に売り出したのが青春サイクリングということだったそうなんですね。サイクリング、サイクリング、ヤッホーヤッホーというサビのそのフレーズは、全部の曲を知らなくてもほとんどの方がどこかで聞いたことがあるっていう、そんな気持ちになる音楽ではないかなと思うんですけれども、
いかがでしょうか。青春サイクリングは歌っていると本当にこう自転車に乗っているような、なんかこう青空が見えてくるような、そんな清々しい気持ちになります。そして、非常に驚いたんですけれども、今回のアルバムにも参加してくれているギターの西海さんっていう方が、実は小坂和也さんのバックをやってたこともあったっていうつながりもあったりね、すごく昔の音楽のようでいって、実はやっぱり今につながっているものっていうのが非常に身近にあるんだなっていうのを感じた、そんな出来事でもありましたけれども、青春サイクリングは今年の私の春にいつもやっているカフェミモという、コンサートで、尺八の藤原道山さんにゲストで出ていただいた時には尺八吹いて参加していただいたり、それから佐藤筑前さんにゲストにもいらしていただいたんですけれども、一緒に歌って盛り上がったり、とても思い出深い、曲になったんですよね。青春サイクリングっていうのは本当に皆さん一緒に演奏したりするとですね、みんなもうすごい笑顔になってるんですね。非常に盛り上がります。そういう人をすごく元気にしてくれる、そういうパワーがいっぱいの、曲だと思うんですけれども、これは作曲が古賀政男さんなんですね。古賀政男さんはもう本当にたくさんの、作品を残された方ですけれども、この青春サイクリングっていうのは古賀さんの作品の中でもう非常に明るい方のもう極まった曲の一つなんではないでしょうか。そんなことも思ったりしますけれども、そういう、いろんなタイプのコンサートもやりながらこういう曲を歌っていったりしていて、今年はですね、この昭和歌謡を中心のコンサートっていうのをいくつかやってきました。そして今週末も、東京でコンサートがあるんですけれどもね、日曜日に。で、これは初めて、ゆさみもり、初めて昭和歌謡を中心としたコンサートを、今回やってみようということで、アルバムを2枚作れたっていうこともありまして、コンサートができることになりました。もしよろしかったら皆さん昭和歌謡を聴きに浅草公会堂に遊びにいらしてください。7月6日です。ということで、また続きは明日お話ししたいと思います。